とってもジューシーで美味しいです。ボリュームと食べ応えが本当にすごくて、スタミナがつく弁当という感じです。そしてこちらのお弁当にはある思いが込められているといいます。弁当を準備したのは米子市内の飲食店ノバの代表を務める越鹿隼人さんと、トゥクトゥクの店長を務める山本健さんです。想定して作ったみたいな。医療従事者の方に向けたあのトゥクトゥクとノバのスペシャルコラボ弁当ですね。これを食べてやっぱ励みにして、もう一頑張り、みんなでね頑張れればなと、乗り越えればなと思ってます。医療従事者を支援するため、新型コロナ病棟がある米子市内の2つの医療機関に弁当120食を無料で配るというのです。実は越鹿さん、1月に新型コロナに感染していました。実際に自分が今回の新型コロナウイルスに感染して、市内の米子市内の病院に入院してたんですけども、コロナ病棟で最前線で働かれてる、まあ、看護師さんとか先生、病院の先生さんの姿を見て、大変さもすごい伝わってきて、なんか恩返しができたらなというので今回作らせてもらいました。今年1月19日、越鹿さんは新型コロナの陽性反応が確認され、市内の病院に入院しました。鳥肌立ちましたね。鳥肌立ったっす。まさか自分がですよね。例えるなら、インフルエンザに似た症状というか、最初は僕もインフルエンザになったのかなと思って、まあ、病院を受診したっていうのが。発熱や倦怠感、味覚と嗅覚の異常などの症状がありました。38度を超える熱も続き、肉体的にも精神的にも苦しい状態が続いたそうです。また入院中、新型コロナ対応にあたる医療の最前線を目の当たりにしました。ね、別に自分が悪いことしたわけでもないのに、やっぱ医療従事者というだけでやっぱり家に帰れなかったりとか、人の目が気になったりとか、大変さが身に染みて分かったというか。越鹿さん自身、まるで何か犯罪をしたかのような息苦しさに苦しんだといいます。越鹿さんが計画しているのは、市内2つの飲食店がタッグを組んだ和洋中コラボ弁当。大山鶏のチキンステーキにエビチリや魚の煮付けなど、2つの店の人気メニューが詰め込まれています。今月中頃、コロナ病棟のある市内2つの医療機関に1日40食を3日間、合わせて120食無料でデリバリーし、医療従事者に味わってもらいます。そして越鹿さん、医療従事者への感謝とともに、こうして取材を受けることで山陰の若者にも届けたい思いがあるといいます。いつ誰がなってもおかしくない状態なので、意識を変えるだけで全然行動が変わってくると思いますので、はい、まだ今までの生活にまたすぐ戻ると思うので、それまでの辛抱ということで、はい、伝えれたらなと思いました。